こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日米合印でのクワッド同盟、また来年には英仏空母派遣と極東に集中する。世界軍事事情。対中政策を掲げる国が対応していく。また日本も護衛艦出雲が改修工事中の中、気になる護衛艦加賀の動向が分かってきた。護衛艦加賀も改修工事が行われる予定。 F-35B 戦闘機を艦載可能にするための工事が行われる。甲板の耐熱加工や管制管など各部の変更が必要になってくる。今回は護衛艦加賀の改修工事計画について詳しく話していきますね。加賀、伊豆、最寄りも先に工事完了するって知ってますか？日本に F-35B 戦闘機が集中しているのは、対中政策と各国の空母が日本に集中することも要因になっているのか。海上自衛隊が保有するヘリコプター搭載型護衛艦の出雲、加賀は改修工事を経て F-35B ライトニング2戦闘機を艦載機とする。航空母艦としての運用能力を獲得する方向で動いている。こうした動きの中で、護衛艦加賀への改修工事への着手は2021年度が予定されているが、2020年9月末に公表された2021年度防衛予算の概算要求の中にその費用が盛り込まれていた。改修工事の内容としては、すでに1番艦出雲では実施された短距離離陸垂直着陸が可能な F-35B ライトニング2戦闘機の運用に必須である飛行甲板への耐熱処理がまず予定されている。そして今回明らかとなった内容として、現状の艦首の台形状の形状をスクエアな角を持つ四角形型に改めて面積を増加させる大規模な工事が挙げられ、ここまでに約231億円に費用が計上された。またここに挙げた内容と231億円の改修費で航空母艦としての改修を全て完了するのかといえばそうではなく、艦載機を効率的に収容するための船内の区画の変更工事などについては別途となる模様だ。これにはアメリカ軍の強襲揚陸艦での運用状況などを参考にすると見られており、あちらでも本格化する F-35B ライトニング2戦闘機の艦載機運用を踏まえた上で最終的に決定するものとみられる。今回の発表によって護衛艦の出雲、加賀の改修工事の順番は、従来指摘されてきた加賀の方が一度で先に完了するという流れはなくなり、出雲の方から完了する順序に戻った。最終的な船内区画の改修工事がどのようになるか、現時点では未定のため、F-35B ライトニング2戦闘機の最大の搭載数も判然とはしていないが、艦容から判断するに10機前後と見るのが妥当だろう。航空母艦と聞けば、アメリカ海軍の保有する大型の原子力航空母艦などが想起され、
その空母打撃群としての対航空戦力がイメージされがちだが、出雲、加賀の実態ははるかに小さい。このため、急ピッチでアメリカ並みの大型航空母艦の配備を進めようとしている中国海軍に対し、真正面から対抗しうる。航空母艦であるというような期待は抱くべきではないだろう。出雲、加賀が F-35B ライトニング2戦闘機を艦載機として運用可能となったとしても、あくまで尖閣諸島等の防衛に対し航空戦力がプラスされるレベルだと認識すべきと思われる。これは中国が配備を進める中、長距離ミサイルによって既存の自衛隊の陸上滑走路が使用不可能に陥るような事態への対策の一環であり、そうした場合でも最低限も航空戦力を維持する目的だ。よって、出雲、加賀の航空母艦化が完了しても、いわゆる空母打撃群として艦隊行動を主とする任務に従事するわけではなく、移動可能な滑走路としての役割を一部担えると見るべきだ。この辺りの航空母艦としての打撃力が極めて限定的な戦力に過ぎないにもかかわらず、批判的な勢力は航空母艦という言葉だけを捉えて、攻撃的兵器だから日本に馴染まないと唱えているように見える。2020年10月、かねてより漏れ聞こえてきていた韓国の航空母艦構想は、満載排水量で4万トンクラスの強襲揚陸艦を建造する方向で固まってきているとの情報が報じられた。日本国内とも同様に韓国国内でも航空母艦を保有するとことの意味を曲解しているかのような言説が多々見られ、日本が出雲、加賀を航空母艦化することで竹島への侵攻を危惧する声もある。確かに竹島への韓国の実効支配には日本は頑として抗議を継続すべきだろうが、出雲、加賀の航空母艦化はこれを武力で奪還に出る可能性があるなどと唱える韓国の一部の主張には唖然としてしまう。また、こうしたいとせざる批判に対し、近隣諸国からの日本の軍備拡張を非難する声であるかのように報道する日本の旧来のマスコミの報道にも、辟易させられるというのが正直な感想だ。そうした偏った報道は置いておくとはしても、護衛艦、加賀、この2020年も9月からインド洋や南シナ海方面に派遣されており、アメリカ軍をはじめとする周辺国との演習に従事している。今回の一連の派遣では、潜水艦、昇竜も南シナ海に入り、これを敵潜水艦と見立てて追尾する演習を行ったことが防衛省から発表された。護衛艦、加賀は、ここにおいて、搭載している追戦哨戒ヘリコプターなどを動員した訓練を実施したことが想像されるが、航空母艦化された後も、こうした任務からは外せない戦力だろう。限られた艦艇数の中で、対潜哨戒任務に加え、
F-35B ライトニング2戦闘機の運用能力も獲得しようとしている、出雲、加賀、だが、こうした多目的使用に負荷が生じないと、ことを祈りたい。